富樫選手お疲れ様です。お疲れ様です、まずは改めて自己紹介をお願いします。はい、背番号9番富樫慶満です。ニックネームを教えてください。あ、ニックネームは、下の名前で慶満でお願いします。キャンプ3日目が終わりました。はい、改めて3日目を終えてみて今の気持ちはいかがですか。そうですね、とても3日目とは思えないほどの疲労がもう来てます。ゼルビアの練習メニューはどうですか。もう指導初日から結構ハードな練習がついたのでちょっとだけ準備しててよかったなってすごい今思ってます。疲れが溜まってると思うことでしたが、はい、疲労を抜くために何かキャンプ中やってることとかはありますか。まあ、風呂を多めに入ることとやっぱ食事睡眠をいつも以上に質高められるように頑張ってます。食事で何か美味しいものとかは出ましたか。もう全部美味しいですね。出るもの全部美味しいです。特になんか気に入ったものとかはありますか。沖縄の料理とかで、やっぱゴーヤチャンプルーはやっぱり美味しいですね。話は変わるんですが、はい、キャンプの部屋は、誰と。森くんです、はいはい、基本的にゼルビアのことを僕がいっぱい森くんに聞いて、で森くんは丁寧にすごいいろいろと教えてくれますし、まあ、あとはすごい、まあ、後輩、結構僕後輩なんですけど森くんがすごい気を使っていろいろしてくれるので申し訳ない気持ちと、僕はもっと森くんが気持ちよく過ごせるように頑張んなきゃなって思ってます。ちなみに、仲良くなった選手いれば教えてください。そうですね、新加入組は割と早い段階でたくさん話すようになりましたし、先輩で言ったらあのフランク君とか雄大君とかすごい話しかけてくれてて、まあ、徐々にいろんな人と話すようになってます。残りキャンプもまだまだ続きますが、はい、改めて残りのキャンプをどのように過ごしたいかとファンサポーターの皆様へメッセージをお願いします。まあ、あと半分ぐらいありますけど、最後まで全力で怪我なく終えれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。